不機嫌な果実は、林真理子の小説。週刊、文春に1995年11月23日号から1996年6月27日号まで連載された後、1996年10月30日に文芸春秋より単行本が刊行された。2001年1月10日には文春文庫版が発刊された。第一章、予想い 第2章、選択、第3章、飛ぶ、第4章、花やぎ、第5章、出会い、第6章、恋、第7章、決断、第8章、運命の、全8章からなる。単行本の帯には、夫以外の男とのセックスは、どうしてこんなに楽しいのだろうか。衝撃の問題作。とあり、文庫版の帯には、夫以外の男とのセックスは、 どうしてこんなに楽しいのだろうか。不倫小説の最高傑作、待望の文庫化。とある。1997年に TBS でテレビドラマ化され、1997年には小畜の配給で映画化され公開された。2016年にはテレビ朝日でもテレビドラマ化され、2017年1月にはそのスペシャル版も放送された。 32歳のヒロイン水越麻也子は、結婚して6年目になる夫、光一との生活に不満を募らせ、昔の恋人である野村と不倫の王政を重ねる。ある時、野村には別に若い愛人がいることが発覚するが、それでも、野村との関係は続いていく。その後麻也子は、ふとしたことから、年下の音楽評論家、道彦と知り合い、交際が始まる。 麻ヤ子と道彦は次第に深い仲となり、ついに麻ヤ子は光一との離婚を決意し、道彦と正式に結婚する。しかし、ほどなく、道彦との結婚生活に幻滅した麻ヤ子は、再び、野村と密会するようになる。ある日、突然、麻ヤ子は子供を作ることを思い立ち、野村とホテルのベッドに入る、というところで、物語は終わる。 1997年10月9日から12月18日まで、毎週木曜日22時から22時54分に、TBS 系の木曜ドラマ枠で放送された。主演は、石田ゆり子。主要人物その他2016年4月29日から6月10日まで、毎週金曜日23時15分翌0時15分に、テレビ朝日系。 金曜ナイトドラマにて放送された、栗山千明と、市原隼人の共演。また、連続ドラマの3年後を描いた、続編、不機嫌な果実スペシャル3年目の浮気が、2017年1月6日1月13日の、両日23時15分翌0時15分にテレビ、朝日系で、スペシャルドラマとして放送された、主要人物主要人物の家族その他スペシャルの、 登場人物スタッフ1997年10月18日に公開された。配給は松竹。風切り前、エイリンの審査で、全裸、全身の男女の性描写が扱われていると判断され、松竹公開の邦画作品では初めて成人映画の指定を受けた。ありがとうございます。